ザ・パキューカスタートしまーす。笑っていいですか？そんなおもろいことでもないです。何ですか？いいですね。あ、初めてですか？生で見たの。いや、昔見たかな。いや、多分初めてです。あ、初めて聞きたよ。そうっすよね。初めてです。あー、カナーブ。わー、いや、いい、スクワットだ。腹立つな、腹立つな。なんか腹立つな、煽ってるよ。初めてだもんね、笑いそうって、笑いをいっぱい。マサコンは誰だ？母親が作ったチャーハンを当てろー。よいしょー。まあ、ということで、はい、今回はマサコン王を決めていきたいと思います。いるかー、こんな中に。やー、マサコンなんかいるか。ちょっともうそれいいじゃん、数で。いや、それは、うん、数がパフォーマンスとしてやってるだけで。なるほどね。っていうのが俺あると思う。確かに若田さん好きみたいに言ってるけど、あんまエピソード聞いたことない。そうそう、なあと見たことない。なるほどね。あとお母さんの前だとちゃんと透かすし、こいつ。なんか知らねえ。ダースだ。そう、あとお姉ちゃんの前でも透かしてた。透かすし、めっちゃ透かしてた。あのカズと俺がさ、カズんちの前であの話してる時あったんだけど、そしたらお姉ちゃんが帰ってきて、え、誰だあの美女と思って、そしたらカズがおっすわ。おい、嘘つけよ。いや、嘘つけよ。イメージつくもん。今回のルールなんですけども、それぞれ自分のお母さんにチャーハンを作ってきてもらってるので、はい、で、同じタッパに入れてあるんで、それを裏方のサイクロンさんにまとめてもらって、うん、どれが誰のチャーハンか分かんない状態にして出してもらって、はい、それをそれぞれ食って、うん、自分の親のチャーハンはどれなのかっていうのを当てていきたいと思います。なるほどね。チャーハンね。はい、まあ、もうその作ってもらってきたけど、俺見た目も見てないから。あ、俺ももう見てない、全く分かんない。タッパーだけ渡した。そう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 ね、前やってるね、この企画。そうだね、1年前か2年前ぐらいに自分のお母さんのバレンタインチョコを当てるっていう企画があったと思うんです。これはね、本当に良くなかった。あれは良くなかった。だってもうボケポイントしかない。確かにね。俺の母ちゃんはね、やる可能性があるのよ。チャーハンでやる。チャーハンできないのよ、多分。だって一撃で分かっちゃったじゃん。分かった。俺の母ちゃん、あれなんだっけ、やじの母さんが。いや、なんか本当になんか顔だっけ、なんかおなんだ、じゃあおっぱい、おっぱい、おっぱいだった。乳首がついてるやつ。あ、そうだだった気がする。え、なんかさ、しもちゃんみたいな顔。いや、気のせいないでしょ。顔もあった。顔と爆乳みたいな感じ。爆乳、おっぱい系だった。でもでもなんか全員の母ちゃんやんないなみたいになって、一瞬で俺みたいになっちゃった。そのパターンもちょっとありそうで。チャーハンでチャーハンかな。ボケようがない。そう、今回に関してはマジで全く予想もつかない。思い出せない、母ちゃんとチャーハンが。あー、最後に食ったのいつだろうって感じだね。ほんとそのレベル。じゃあ早速、お母さんのチャーハンを当てていきましょう。中華料理チャーハンのチー。イエーチー。チー。はい、じゃあ準備できたそうなので、はい、サイクロンさんに持ってきてもらいましょう。はい、はい。うわ、えぐい。あ、待って、えぐい。うわ、むず。いや、マジわからん。見た目全部違うんだよ。あ、具材違うん。でも見た目でちょっと一個これっぽいなってのある。え、でもさ、俺普通に家でさ、この4種類全部見たことあるんだけど。え？嘘、マジ？これはない。マジって俺の母ちゃんやんなかったんだ。いや、ちょっとこれマジわかんない。いや、母ちゃんやってないね、これ。これは何？鮭フレーク。いや、でも食材違うわ、やっぱ。全然違うね。あー、これひき肉でしょ？これ鮭フレーク。ハム、ハム。卵、ネギ、紅生姜。なるほど。で、これはハム。ハム。いや、なんか、レタス。この辺が一般的なイメージあるな。なるほど。確かに、テーマは。で、こっちはなんか、家の個性出てるって感じするな。がっつりだね、これ。いや、鮭フレークも珍しくない？でも、珍しい。あれによるんじゃない？そのさ、急遽結構言ったけど、みんな。だから、準備せずに残ってる食材で戦ったって可能性もある。それ入れた可能性あるね。一回見た目予想をする。うん。うん。見た目で、じゃあせーので一回指さしてみて。ちょっと理由とか言おう。うわー。見た目予想ね。うん。いくよ。せーの。マジか。ガチ3人これ僕。いや、これでしょ。うん。まあ、だからやっぱ一般的なんだよな。うんうん。っていうことでしょ。そう。俺は単純に3、この4個の中で一番見覚えがあるチャーハンがこれだからっていう。いや、なるほど。これもかな。なんか見たことあるの、これ。これ決定的なのが、
あの、まあ、ブロッコリーとか乗ってんの見たことない。ないないね。ないで、俺紅生姜、まあ、あんま好きじゃない別に。だから入れないでって言ってあるいつも。おお、それはもうこの2はもうないわけよ確実に。分かんない、ターンチさ兄弟多いから、もう誰がその大が嫌いか分かってないよ。まずいや分かって、家の人紅生姜あんま食べない。いろいろ全部こうひっくるめたら20人くらいいるじゃん。いやお前いるみたいな家庭じゃん。いやマジいるよお前。いないよ本当に。でもカズは俺これこれね。でもそれならもうなんか間違いなさそうなんだよ。これいつも出てたのこんな感じで。え、なんか俺んちって感じするけど、ちょっとね卵が大きいのよ。まあそれはでもまあ、いや俺んち卵ね多分粉々にしてるはずなんだよね。え、でもさ色合いがそうなの、黒っぽいチャーハンの、これひき肉入ってたりとかなんかちょっと胡椒多め。おー、俺んちちょっと濃いめなんで。じゃあ結構線高いんじゃない。いや線高い、卵がこれだって俺絶対違うもん。もうこの2つはマジで見覚えある。ある。あ、そう。でも本当にどっちかで言ったらこっちまで確かに見覚えあるんだよ。じゃあこれや。なんだなんでこっちにしたんだよ。でも雰囲気がこっちはチャーハンっぽいなの。え、でもちょっと友達んちっぽくない。これはちょっとやっぱシャレやってるし、シャレてるんだよ。ちょっとなんかピラフっぽいよね。え、だって鮭とか入ってる時点でさ、ちょっとちょっとシャレというかさ、うん、そうだよ、ね、違うチャーハンじゃない。うん、俺の親は絶対これ違う。その家理由だよ、ね、もう 120% 違う。あとネギ違う、ネギも違う、青ネギだよね多分これ。このネギ使わない、うん、じゃあこの線出てきたな俺。お前なんなん、全部言ってるやん。これだけは違う。それは違う。これだけは見たことないわ。匂い嗅いでいい。あー、もう分かんねえ、紅生姜の匂いしかしねえ。あー、俺、あ、でもあ、濃い、絶対違う。あ、濃い、濃い、絶対違う。あ、待った、絶対違う。うわ、待った、ちょっと待って、数が浮上してるよ。ええ、お前でも紅生姜めっちゃ好きやん。俺、めっちゃ今思い出した。何、俺、チャーハンにも紅生姜入れるわ。いや、でもそれはベタじゃない。まあ、ベタか。そういう店あるから。あ、でもうちでは出ないか。俺も出ない。家では絶対ないでしょ。オレンジ紅生姜っぽい。いいよ、ちょ食ってみよう。ああそうだね、味大事だから。全然これからいけ、うん、じゃあ1個目から。はい、いただきます。いただきます。うんうんうん、あ、違う、マジわかんねえ。絶対違う俺。はい、食べたことあります。はい、あります。食べたことあります。はい。え、ちょっと自信なくなってきた。あ、じゃあヤジ違うんだ。なんか懐かしいっていう感じはしないわ。え、マジ小平思い出しました。マジ俺も今実家にいるもん。ほんとに。じゃあ俺これ降りようかな。降りてください。俺も真っ平から降りてる。なんでさ、そういう言葉使い方なんだ。どういうこと。まあ今1個目ね。あ、なるほど。じゃあ2個目いきましょうか。はい、2つ目ですね。はい、いただきます。いただきます。いただきます。あ、違う。あ、違います。あー、待って。うわー、おう、この心当たりはないんだけど、うん、すっごい好きな味。おー、これも、うん、え、めちゃくちゃ美味しい、うん、だから自分家のカーテンじゃなかったら食べ行くわ、今度これ。待って、マジで来ないで。なんで来ないで。まだ分かんない。お前なんか分かんない。いや、もう俺んちだわ。まあ、次行きますか。あ、うまっ。これね、これは特徴あるよ。あ、パラッパラ。卵入ってない。ええ、いや、これついてんじゃない。すごいだからパラパラなんじゃない。あ、いただきます。いただきます。いただきます。うわ、うわ、え、うまいけど、マジでうちじゃないと思う。いや、俺違うな、これは絶対違うと思う。絶対違う。え、でもおもろいね、なんか、ま、え、ご飯がちょっと黄色いから卵やってんのかな。だから卵が完璧にコーティングされてる。卵がそんな綺麗に。だから、ありえんくらい料理うまい可能性がある、うん、え、でもマジで味付けの感じが似てるんだろ。あ、確かにね、この2つの味の濃さで言ったら似てる、うん、でも俺まだ自分家出てきてないんだけど。じゃあほら、俺だなのかな。じゃああれや、昨日の残りご飯のひき肉を入れたんだよっていう可能性もあるよね、うん、そのそれ自体見たことなくても。ちょっとそぼろっぽいもん。うん、どうした、うん、え、お前また割り込んでくんじゃねえだろうな。そぼろ余らしてる。そぼろか。お前いいかげん。お前さ、お前これ以外全部言ってる。そぼろか、確かにな。いや、まあまあ言ってみるか、4つ目も。うん、がっつり。うわ、これ絶対もう男兄弟でしょこれ、うん、いや、そうで、普通に野球部のお母さんっていう可能性もある。いや、あるある、全然ある。結構、まあ、見たことはあるけど、うん、チャーハンでこういうのはなかったと思うんだよな。じゃあ、いただきます。いただきます、ね、あ、くごい。うん、くご、え、マジでやっぱいわ。ちょっと全然わかんない、どうしよう。あ、絶対違うわ。いや、でも、うまいわ、うん、え、なんかその、このそぼろの感じ、うん、
そぼろだけで見たらめっちゃ食ったことある。うん、だけどチャーハンにはしないんだよね多分。待って、これめっちゃうまいんだけどうちじゃない気するな。お前どれ？お前全部どれな。カーと俺がこれの予想を、うん、カズがこれ、もう絶対これだった。でも誰もブロッコリーとかもらわないの？いやこれ多分俺っちじゃないもん。いやそうなんだよな。え、でも俺もブロッコリー入れられたことないもん。ない。しかもチャーハンに鮭って結構珍しいからね。鮭は見たことあるんだよな。印象についてる。なんかその海外歴長い母ちゃんとかいるそのちょっとなんかおしゃれな感じだよね。え、でも俺これカバだと思うんだよ。いやでも可能性あるよ。母ちゃんちゃんやんのよこういうの。うん、で体今気使ってるでしょ、うん、だからブロッコリー乗せてあげて。ああ、それはあるかも。その弟が筋肉バカなのね今。はい、ああひたすらブロッコリーとかその鶏胸肉とか食ってるのよ。ほらほら、じゃあもう確定ブロッコリー。だってこれ誰も自分ちの母ちゃんだと思ってないんだよ。思ってないよ。なのにお前だけちょっと候補に入ってるってことはもうそうよ。これターンに譲ってやれよ。譲るとかじゃないよ。いや俺に返せよそれは。え、ちょっと黒、じゃあ黒食べていい？もう一回。うん、だってもう俺消去法でこれしかないもんな。ちょっと俺これ、いやもうネギとか絶対そうだもん。わかる？え、てかもうそれ青ネギでしょ。ハムのサイズとかも見れば見るほど分かんなくなってきたもん俺ぐらい。俺んち青ネギ。でも俺これが結構遠くの2位なんだよね。え、でもそれで言うと俺もまだそのお前が自信満々に言わなきゃそれだったしそのなんかお前のせいでちょっと自信なくしちゃっただけで俺は。ヤジはこれじゃない気がするな。でもこのサイズ感なんだよ俺。見たことあるの？いや俺もなんかこんな感じで、卵もこんな感じ。え、もうこれはいいや。違うわ多分。うまいんだけど。まあ別にかぶってもいいんだけどね。そうだよ。まあまあまあそう。あ、え、だってめっちゃ違う。あ、分かった。お前が言ってるのなんかバターみたいな。あ、そう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 。なんかね、なんかコーティングされてんのバターみたいな風味きたわ。バターだったかな。なおさらうちじゃねえ気してきたな。なんだこの。え、絶対なんか入ってんの？えぇ、いや、バターバターバターっぽい。バター、いや、そのなんか風味というかね、抜ける感じあったわ今。マジ？いや、わかんない。もうしょうがない。もう俺決めた。俺ももう決めました。せーので指さすわ。うん、俺ももう決めました。決まりました全員。はい、じゃあ、自分のお母さんのだと思うチャーハンを指さしてください。いきます、せーの。なるほど。え、マジ？あ、マジか。ちょっと待ってよ。俺ね、カズがまず一人でこれ、うん、はい、で、私がこのブロッコリーのやつ、うん、はい、もうその二人はいいわ。で、タアとヤジがかぶりと。え、これなし。いや、俺、だからバターの味しなかったらこれいこうと思ってたんだけど、うん、え、そんな、多分そんな洒落たことはうちの母ちゃんやらないと思うんだよな。そのバターで風味付けみたいな。まあ、生ビールしか入れねえもんな。生ビールは入れてる可能性がある。でもこれ食ってから俺ちょっと酔い始めてる。ちょっと入ってきた。俺の母ちゃんだよな。酒回ってんのよね。で、まあカパはね、一番ないと思ってたやつに行ったけど、うん、ブロッコリーも決めてでしょ、そう、弟の。でもこいつ食えば食うほどなんか違うみたいな。なんか離れてくんだけど。あ、でもまあまあもうこれで揺るがないですね結果は、はい、まあだから誰かは間違えた。そうだ、まあ、そうだね。間違いは1人確定してる。1人以上は、1人以上確定か。うん、まあまあまあ、もうマジ自信ある。紅しょうがが決め手です、まあまあ、うん、そんな言うならじゃあカズから発表してもらおうか。はい、うん、じゃあサイクロンさん、はい、まずこのカズが選んだのが合ってるか合ってないかの発表をお願いします。こちらのチャーハンは頼むお母さん、カズさんのお母さんです。おー、まあまあまあ、紅しょうがね、いきます。そうだね。いや、そうか、だって食った覚えはなかったもん。マジで。もうないわ。いやー、すごいわ。ありがとうございます。まあまあ、まあ、マザコン認定よね、これで。おめでとう。ギリ継続、うん、まあチョコも当ててるし、これも2連勝だわ、うん、あー、そうだ。お母さんの料理。じゃあ、カバの聞きますか。はい、はい、まあまあ、カバ以外考えられないもん。まあそうなっちゃうよ、だから俺もちょっと消去法みたいな感じでいっちゃったもん、うん、珍しい。じゃあ発表お願いします。マジで外れろ。こちらのチャーハンはカバのお母さんです。おー、やっぱそうだよ。そうだよ、そうだよ、なんか絶対そうだよ。でもあんま自分の意思で当ててないでね、うん、まあね、だってこれも見たことあるし、これも見たことあるし。え、ないの？こんなのすげえ覚えそうだけど、鮭が、うん、違う、その、うん、
残ってる食材によって毎回変えるのよ、親。ああ、それはあるんだけど、チャーハンを作ろうと思って作る機会ってあんまないのよ、たぶんお母さん。だからこれも見たことあるし、そぼろのパターン、これもあんだよね、でもね、そぼろがね。いや、そうなんだけど、なんか今あるように見えてきたね。じゃあこれ2人は当たったけど、はい、まあ、これで俺かタハが間違えてるなるほどね、間違いは確定だから。逆にこう間違えた方、まあ、こっち誰だか聞くが。そうだね、そうだね。じゃあ俺とタハが選んだチャーハンが誰のお母さんの発表をお願いします。マジタハ、マジどっち。こちらのチャーハンは安さんのお母さん。確信はなかったけど、うん、あの黒じゃないなと思った。え、ヤジのチャーハンが普通なんだけど、まあ、ね、懐かしくはない、食ってても、もうその思い出すとかないんだけど、でも一番近いなと思ったのがこれだったから。マジ俺ヤジの価値を、ね、こっちだと思ってた。俺は申し訳ない、申し訳ないって。申し訳ないは普通だ。じゃあ普通の作んないだろうな。いやこれはひどいですよ、ね、お母さん。だって、うん、お前何年間、高校も3年間作ってもらって弁当ね。しかも野球部で無駄にさ、量多いんだろ、ね、無駄に多めに作ってもらってんだろ。でも兄弟全員野球なんだから、 お母さん毎日朝大変で、それとまずしてやばいね。俺打ったらあげる顔ないね。あげる顔ない、アンパンマン。アンパンマン、つらつら。いやまあ決定は5年ぶりの実家のご飯。いや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 、だいぶ違うだよ。思い出って残るもんだから、うん、口に残ってる、体が覚えてる、うん、21年食ってるじゃん。昨日さ、作り終わった後お母さんにさ、うん、あんた絶対当てれるよって言われた。言ってたわ、言ってたわ、お前言われたんだけど、ああ無理だろこんなの。タだけ外しました。うわぁ、タがこの企画一番自信持つ気がする、そういえば。いや本当に結果、タ以外は全員正解と、はい、ちゃんとお母さんの料理やってられました。で、マザコンってことか、3人は。はい、そうなんですよ。まあ、でもいいマザコンではある。いいマザコン、まあ、親孝行、親孝行な。いや、母ちゃんにチャーハン教えるわ、俺。いや、なめんなよ、なめんなよ、俺のができるって。そんなことねえよ。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後もターお母さんに謝罪だけ入れて、うん、てかもう好きって言うぐらいじゃん。いや、好きは嘘だよ、もうだって。あんま好きじゃないの。そうだね。お母さん、今まで25年間育ててくれてありがとうございます、うん、ですが、ですがこういう問題の時、初めてのチャーハンは作んないでください。なめんなよ、お前。人のせいにすんなよ。本当だよ、母ちゃんのせいにしたよ。